cool vibrations. さっきまでの元気はどこ行った? いったね、終わりだぜ。 Fashion bone.
信号のやつわざとアクセル抜いて後ろに詰めた。このルールで事故らねえ FR なんて化け物だぞ。いい気になるなよ。 B16A はエンジンの最高傑作だ。本気を出せば片遅れの 4AG エンジンにスタートダッシュで遅れを取るわけないぜ。ガンガン攻めてみろ。最初のカウンターで鮮やかにクリアして、安全に行こうと思えば思うほどここ巻いて曲がれるようになるまでには右手を持ち替えずに走る練習をやまないように。いったな。いくつコーナーをクリアできるかじっくり見せてもらうぜ。長い直線ではエンジンのパワーがものを言うぜ。レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この突水感、死ぬほどいいぜ。たまんねえ。抜きになればいつでも抜けるってことだよ。ほらほら、もっと焦った方がいいぜ。波のドライバーなら切れたら最後、ミスを繰り返すばかりで速く走れない。勝負が見えたら進行。くそ、俺の一種シクソ、これ以上攻め込めないギリギリで走ってる。何が起こったんだ。こっちから仕掛けたガムテープデスマッチじゃねえか。このまま負けたら俺はチームの中で笑い者だ。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみせるぜ。短いストレートだが B16A のパワーで並ぶことはできる。お前の逃げ道はねえ。このバトルの結果はダブルクラッシュといこうぜ。